モーニングユーズイーツ。ソーシャルメディアをビジネスに活用したいあなたのための最新海外ソーシャルメディア事例を加藤正夫が毎朝お届けしちゃいます。皆さんおはようございます。モーニングユーズイーツ、今日は特別編で、福岡からお届けしております。動画だけを見られている方は、素敵に儲けるユーズイーツ、またユーズイーツあなたが主役で検索してみてください。特に Facebook のファンページではワイワイと、みんなで盛り上がっていきたいなというふうに思っております。ソーシャルメディアコンサルティングやっております。ご興味のあられる方は加藤アット8円と .jp までお問い合わせください。それではですね、今日はあの福岡のセミナーでお話しした、実は昨日福岡で、Facebook のセミナーをやってきてるんですけれども、そのダイジェスト版ということで今日はお届けしたいと思います。実はテーマは揉みましょうということでお届けさせていただきました。揉むともっと大きくなるというわけのわからないことを言ってきたんですけれども、とにかくですね、揉むととてもいいことがあるので、今日はモーニングユーズイーツでそちらをお届けしていきたいと思います。テーマはですね、気をつけよう Facebook ファンページというところで、安物買いの銭次第、裏も表もちゃんとしようということでお届けしたんですけれども、端的にビジュアルでお伝えするならば、ダメなファンページのイメージをこのような形で表現してみました。まあ、ファンページというのは、FBML というものを使ったりするとですね、割とまあかっこいいファンページというのを作ることができます。ただ、しっかりとですね、コンセプトを揉んだり、いろんな形の、まあ、例えば運用方針を揉んだり、そういったことがなかった場合はですね、まあ、裏をひっくり返すと裸のまま、まあ、そんな、まあ、昔貧乏ちゃまっていうのがいたの知ってますかね、そんな状態のファンページになってしまいますよというお話をしました。なのでまあファンページ作るその前にということで、エディトリアルガイドラインを、しっかり書きましょうというお話をしました。まあ、福岡に、せっかく名古屋から来ているので、ちょっとですね、名古屋から来たんだぞという痕跡を残したくガイドラインということでお話をしました。例えばですね、真面目な話をすると、まあ、観点を明確化するっていうことですね。ファンページを作る前に、あなたの会社の、まあ、業界やマーケット、お客様をどのように見て、何をしようとしているのかっていうことを、明確にする。そういう部分をちゃんと揉むってことですね。それから、ストーリーを語るという部分です。そもそも、御社がどのようにして今の現在の、サービスを提供しているのかだとか、どういった思いでやってるのかっていうような原点の部分ですね。コンテクストを大事に語れるストーリーをコンテンツにしていくというところがとても大切だというお話をしました。それからオーディエンスを知るということです。Facebook のファンページというのは決して一方通行の発信ではありません。そのためにはオーディエンスをしっかり知る必要があります。誰とどんな対話をしたいのか、そこについて、しっかりと揉みましょうと。ということですね。オーディエンスは何を考え、感じているのか、どう話しかければいいのかということについて、しっかりとしたイメージを持ちましょうというお話をさせていただきました。そうすると当然ウェルカムページのあり方、なぜファンになるのかということがしっかりと分かってきます。まずですね、ファンページを作っていく場合に、1つ目、デザイン戦略をちゃんとやっていきましょうというお話をしました。これはあの平賀さんとのセミナーでも強調させていただいた部分ですが、コンセプトの詰まったソーシャルメディアに適したアイコンデザインになっているかどうかというところですね。例えばこういうふうにですね、あのツイッターのアカウントだとか、そういった壁紙だとか、そういったものとしっかり適合した、まあ、思いの確かなコンセプトを強く持った、デザインをしっかりと Facebook のファンページでもしていくことによって、そこが伝わるというところですね。それから二つ目、コンテンツ戦略。いつ何をどのように発信、その次重要です。し続けるのかというところです。ホームページはですね、一回コンテンツを作って、まあ、パッと発信すれば一つの形にはなります。ただ、ファンページっていうのは、まあ、少なくとも一日一回はポストしていかないとですね、なかなか成長していきません。なので、何をどのように発信し続けるのかということについて、しっかりとした戦略が必要です。そこには例えば定期コンテンツの戦略が必要です。なぜ、定期コンテンツを繰り返し見たくなるのか、それがなぜ癖なのかということについてしっかりと揉みましょうね。それから、エンゲージメント戦略というところですね。ファンはファンページに
どのように関わるのかということについて、ちゃんと戦略を持っていきましょう。それからコンバージョン戦略。何を成果として目指すのか、ゴールの設定、ファンに何をしてほしいのかということもしっかり揉みましょう。そして、プロモーション戦略。これ大事です。これがないといくらいいコンテンツを出しても、さっぱり反応がないというのは当たり前ですからね。特に、ターゲットオーディエンスを連れてこなければ意味がないので、ターゲットオーディエンスの接点をどこで持つか、そこからファンページへの動線をどのように確保するのかということについて、しっかりとしたアイデアが必要です。まあ、そこにキャンペーン、コンテストの実施だったりだとか、郵送だとかリアルイベントを絡めて、イベント作成によって巻き込んでいく方法だとかをお話ししました。そして、ジョイント戦略です。誰と組めるのか、誰と組んでいくかということについても、しっかりと、揉んでいきましょうというお話をしました。Facebook のファンページ、単体でですね、勝負するよりも、ジョイントすることによって非常に相乗効果で、大きな成果を生み出すことがあります。ただしですね、例えば、まあ、JG と、ビヨンセのように夫婦でジョイント最強ですという場合もあれば、これ、ジョイント戦略取ればいいというものではなくてですね、コンセプト、使命、志が合わないジョイントは逆効果なので、そこ、要注意ですよ。そして、ファンページ作ったその後にということで、お役立ち Tips を、セミナーでお届けしました。まあ、複数にでファンページを運用するならっていうことなんですけど、その方がいいですよっていうようなお話をさせていただいたり、まあ、あとは、その中でリーダーをしっかり決めていって、コミュニティマネージャーの資質としてはこんなところが重要ですよってお話をしました。そして、ファンページをせっかく作ったのにですね、効力を失ったり、またはつまらなくなってしまわないために、様々重要な点がありますと。特に、ピンクで書いてあるんですね。ファンのマインドを読む、関心、態度、好き嫌い、関わりの度合い、コミュニケーションの傾向、まあ、ファンページで醸成することができているコミュニティの成長度合いっていうところについて、しっかりと、イメージを持っておく。そこがとっても重要だというお話をさせていただきました。結論です。だから、ファンページ作るその前に、揉みましょうということですね。ということで、今日は特別編ということで、モーニングユージとお届けいたしました。来週のモーニングユージともお楽しみに。Stay tuned! Bye!